幌の中心部です。このように電信柱にミツバチが大量発生しています。電柱の看板を覆い尽くしているのは大量の蜂です。今日午前9時過ぎ、札幌中央区南1条西5丁目の市電通りでミツバチが大量発生しました。ミツバチはおよそ3000から5000匹とみられ、2時間半後に養蜂業者によって回収されました。通行人が刺されるなどの被害はありませんでした。なんとかしなきゃいけないっていうんで、ちょっと急遽。なぜ街中でミツバチが大量発生したのか、昆虫の行動が専門の北海道大学水波誠教授は、ミツバチの群れの一部が新しい巣に移動する分蜂の可能性があるといいます。新しい巣に適した場所を見つける段階で、なんか集合場所として大きな集団を作って、で大通りのあたりの街路樹にはヤカシは多いと思うので、ミツバチにとっては蜜を集める格好の場所です。付近の複数のビルの屋上では蜂蜜などを取るための巣箱がありました。道によりますと、札幌で建物の屋上で養蜂を行っているのは10カ所に上ります。街で群れを見かけた際、気をつけることはあるのでしょうか。この分蜂の時期の蜂というのはとてもおとなしくて、ただ群れを作っているところに石を投げたり、例えばなんか近づいたりすると当然攻撃される可能性はありますので、あまり近づかないで。水波教授によりますと、5月から6月にかけミツバチが増え、群れの移動も増えるということです。